と心に入ってくる、すぐこう受け入れられる、そんな色だと思ってて、その時の状況とかその心象をすごく表現してくれるなと思ったのが色に対する印象ですね。今回の作品で撮りたかったのは、一人のモデルさんのその人間性を表に出す色として、こう表情として、いろんな形で出したいなと思ったので、そう、もう中身に訴えかけるような気持ちで撮ってました。かっこいいの撮れた。カメラを通して、もうその人の中身、モデルさんのもう内側を見るように意識はしてました。自分を表に出したいんだけど、ちょっとうまく出せないとか、いろんな葛藤があったり、それをちょっと今回表現したいなと思ったことの一つでもあります。作品によってやっぱりイメージが全然違うので、フィルムシミュレーションも変えて撮りました。私の中でこう情熱というか強い気持ち、意志を色に例えると赤だなと自分の中で一番思っていて、いい発色が出ましたね。富士フィルムならではの鮮やかな赤で情熱を表現ですね。第一印象はもう、まずやっぱり小さい、届いて箱開けた瞬間にもう小さーって言っちゃいました。もう本当に軽くて、もうこの見た目ですごいわかるんですけども、手に入って乗っちゃうんですよね。軽くて握りやすい、それがゆえ操作性が良いっていうのもすごく関連性があると思います。その場その場、臨機応変にすぐさま変えられる、そんなもう設計になってるなっていうのが一番嬉しかったですね。肌身離さず持ち歩ける、そんなカメラですね。浅草は東京屈指の観光地で、歴史もすごく深い、そんな中で生きてる人たちっていうのはやっぱりもう唯一無二で、本当にそこにしかいない存在なんですね。初めて訪れた時にそれをすごく感じて、もう異世界だなと思ったんです。その気持ちを形に残せたらなと思って、結構よくスナップ撮りに行きます。この人にとってはここ毎日もういつもの風景なんだろうなっていう、やっぱり溶け込み方をしてるのが、それが私にとっては異世界なので、それは絵に収めたいと思う。しゃがんで下から撮ることを私は普段から意識してるんですけど、その時にこのバリアングルはものすごく使いやすい。ビルの隙間とか好きなんですよね。思わぬものが入ってたりするんで、もう本当に宝探しですね、どこに何があるか分かんないし、もうその瞬間偶然自分がいないと見つけられないものも本当にたくさんあるので、それが一番楽しいです。素のままを収められる、いや空気のようなカメラマンになりたいです。写真とはやっぱり本来その瞬間過ぎ去ってしまうはずだったものを一生のものとして留められる宝物だと思います。